今日はね、皆さん、どちらかというとこうやって維新を応援してくださってる方が多いのか、要するに反対の方でもいいんですよ。反対の方にも来ていただいて説明させてもらおうと思ってるので、別に賛成反対どうでもいいんですけども、僕らはとにかく高齢者の方に評判が悪いどうもね。そうですか。いやー、やっぱりね、いや皆さんそんな20代の方ばっかりのことですよ。いやでもね、いや高齢者切り捨てって相手にやられるわけですよ。それは敬老パス3000円お負担願うとか50円1回負担とかね。でもそういうことでやられた。でもちゃんと特別養護老人ホームだって29年で全部設備設置完了するとかいうこともやることはやってるんですけど、まあとにかく教育とか子育ての予算をブワーッと増やしたもんですから、まあ高齢者切り捨てはどうのこうのって散々言われてですね、まあ維新の会は高齢者の方からは非常にすこぶる評判悪いんです。これ悪いです。で世論調査の大体ね、世論調査っていうのは固定電話で携帯電話じゃありませんから、出られる方が年齢層高い方が多いので、世論調査でね、大体今賛否がこういうふうになってるっていう時になってると、これ全世代で住民投票になるとね、これ僕らが勝つというふうに自民党も民主党も共産党もみんな内心で分かってるんですよ。で実際にどん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 ね、こうやって数字出していきますから。メディアも一切こういうことね、まあどのメディアも僕のこと嫌いですから悪いことしか報じないでしょ。この間の港区でタウンミーティングやったんです。港区でその700億円またお金払わなきゃいけないところ、あそこでね、本当にこれぐらいのもうちょっと多くの方に集まっていただいてね、で1時間喋ったのをいろいろ言ったら、さ中にはさ400人500人来られたんですよ。反対の人も来るじゃないですか、当然。だってこれ賛成の人ばっかり入れてるわけじゃないわけです。そしたら中には反対の人とかね、いや言ってることはそれでも橋本の言ってることは分からんっていう人もさ中にはいるわけなんですよ。読売新聞なんか見出しで、橋本選挙なぜやるか全く分からんとかねほとんどの人はね、そんなメリットあるのと、こんな数字見たらそれ20年後にこんなの見せられたらこれやった方がいいやんかとか、さっき言ったようにここの280億円とか多くの700億円海の時空間や WTC ベル全然役所としてチェック働いてませんよね、と市役所もうちょっとコンパクト、もっと言ったら大阪市役所なんかなくしてしまって、皆さんの目の届くね、目の行き届く区役所で物事を決めていくっていうね、そういうやり方やりましょうよということを説明していたら、みんなふんふんって納得してくれるんです。